アイさんにお砂糖、うん、審査ラウンド、うん、9番。俺も9番だよ。ここ初めて来たわ俺。111ヤード。その実測もうちょい短いかな。99。お砂糖も9番。お砂糖9番。全員9番だ。サウナとか行く？サウナ。サウナ好きじゃんね。あ本当？14ぐらいで。14？なんか行かないと発想出るみたいな。パーパット。ナイスナイスパー。すごい。最難関ホールでパー取った。まあ受けたね。ということでね、第2弾終了と。はい。ちょっとね、耐えたいっすね、男性陣。男性陣もね、ちょっと、見せたいんだけどね。ここの上がり3ホール、魔のね、ナイス。16番パー5、501ヤード。さあ、鬼門のロングですよ、これ。大丈夫かな、あれ、やすくん。あ、大丈夫っすね。大丈夫。第3話ですね。第3話。第3話。お砂糖。お砂糖、まだ認められないわ。だけど、アウサト、これアウサト対決なの、アウサト対決だから。対決なんですか、うん、今オールスクエアだから。オールスクエア、うん、これ変に左行くんだったら右落としちゃった方がいいもんね、うん、おぉー刻むことを考えたら落としに行った。一番広いからここが。そうっすね、アンバールートだよ。インバルートっすね。さあ、いや、落ちないで。で、時はぐらいだね。追えませんでした。いやー、瀬戸際ぐらいだと思うんですけど。難しかった気がした。ん？カメラがちょっと難しかった。難しかった。ああいうところ落ちると難しいんだよね。うんうん、みんな捉えてられんってないからね、うん、俺画面見えないから老眼で画面ですか、うん、だからこうやってちょっと近づいて、うん、近づきすぎないでね、うん、ちょっと近ズームして、はい、でまあなんとなくなんとなくやってますよね。なんとなくやってる。さあレディース401ヤード。ベストはベストは奥の右か、あの木の右かな、うん、届きますかね。いや届かないと思う。バンカーの間の方向、人がいるあたりの方向を飛んでいくと、はい、最高。刻みやすい、はい、うん、葉っぱ抜けちゃうのか。まあでも大丈夫、右は下落ちちゃったけど、うん、ちょい落ち、あそこがいいから行きます、うん、一番ではないんだけど、ね、初めてスイング見た俺今日。あ、本当ですか。いつも、だから球見ちゃうじゃん。あー、そうですね。初めてスイング見た、うん、いいね。いいっすか。レイドオフ感がある。あるよね。あります、あります。まあ、あれちょっと、多分、安ゴルのプロ勢は直したくなると思いますけど。あいつら？うん。いや、あれでやっぱちょっとスピンアウトしちゃってるんですよね。シャフトクロス勢は？今で170。あ、うん。7番で刻みます。230ぐらい。狙うの？もう刻みます。もう何しよう。じゃあ行かないと。ナイスショットです。ここら辺だったら池、うん、まで140-150だから、はい、130ぐらいがいいかもしれない。はい、130、うん、狙ってもいいよ別に、うん、まだ230ぐらいかな。9番で、はい、 OK。 7番で、はい、オッケー。あ、バンカー入った。うん、バンカーからこれどうするかちょっと悩みどころだよな。狙うか。まあちょっと雰囲気見てだね。出したかったら一回普通にフェアウェイっていうか外出してでも全然ありだと思う。全然狙ってもいいよ。ここで150だから、まあでもここはよう池入るよ。刻んでもまた次もあれなので、うん、行きます。オッケー。まあ奥はオッケーにした方がいいね。したら140ぐらい。5番ユーティリティ。5ユー。やば、止まれ。あ、逆に。オッケー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 。うん、やってるからゆっくりどうぞ。もう一個あります。あ、これアウさん。え、ちょっと待って、満沈みじゃないですか。あー、オリボだ。いいけどさ85とかですか。俺
にショックすぎて測ることを忘れていた。測ってたけど記憶してなかった。いやマジ沈む、半分ぐらい沈んだっすね。80ヤードはい。いやそれやべえな。もう上から飲んだね。したくなりますよね。おっしゃ、やべえ、今ちょっと夢中で撮ってなかったけどすごいことが起きました。割と見た。うん、あれが正解。あれがヤスゴロ TV。 あれがヤスゴロ TV。 うん、トップして、うん、土手に当ててなんか乗りました。うん、うん、あれができたらメンバー決定。うん、試合決定。うん、押せやと、押せやと。うん、今からできる試合結果できるっつって。82ヤード。それはそれで嫌だよね。うん、ここまでなんか来ちゃったのあんまない、ね、いや俺もね、そこまで打つつもりなかったから。56で、56で僕は OK。 うん、俺のでいいイメージ出たからね。おーナイス。うん、普通に打てりゃ普通に行くんだよな。そうだよ、でも入るんだよなここは。ほんとに82ヤード。82ヤードピッチングで。奥は OK。 はい、奥は OK。 頑張ります。はい、 OK、 GO。 痛いか。でも大丈夫、マジで。うん、 OK、 OK。 うん、あれパターもありだね。うん、そこだと地味ならウッドだな。ここはね、プロでもやっぱり池に入れるアサス。なに。じゃれてます、うん、お二人。すごいんだよ、ここ鯉が。あの、人来ると寄ってくるの、餌くれると思って。うん。なんか昔ね、その、窃盗団みたいな。鯉の？うん。あ、錦鯉入ってきて、結構減っちゃったらしいっすよ。それでもこんだけいるんだからね。鯉って高いもん、めちゃくちゃ高いからね。うん。200万。今も高いんすかね。物によって高いんじゃないかな。こっから持っていくってことですか。ああ、ここはなんか侵入されて持ってかれちゃったんだって。昔。だってなかなかこれだけの鯉のところってあんまないよね、理想で。うん、あんま意外とね、なんか真っ黒い鯉はね、いいけど。こういう色が鮮やかな鯉。鯉的な。15ヤードぐらいかな。はい。あ、うまいね。入る。入る。オッケーだよ。ありがとうございます。ナイスボギー。ボギーです。ユタバリの。うん、ナイス。ありがとうございます。ヨシミット、ヨシミット、ヨシミット狙えますよこれ。バーディートライ。はい、きた。最後グワッとくるな。ナイストライです。3m。 最後グワッとくるなこれ。だって目の前にディボットがある。バリパット。はい。いやー、でもこれ、ちょっとやっぱ大きく見たくなっちゃうな。ゴー！オッケー。ナイスパーでーす。ありがとうございます。パー。ありがとうございます。パーパット。おじさんパーパット。ナイスパーでーす。おはようございます。サンキュー。ナイスボギー。耐えました。耐えたね。だいぶ耐えました。うん、いやでも乗り切ってしのいだね、今の。しのいだね。しのぎました。はい。ここのホールを池に入れないなんてね。うん。プロでも池に入れるのに。17番パー4、354ヤード。これ足出てていいんだっけ？ティーグランド。足は大丈夫ですよ。ボールが中だから。だってこの、こうやって打つ人いるじゃん。あ、いや、これ、ここ。あ、大丈夫、大丈夫。ここがね、つま先上がりになってるんですよ。はい。できるだけ平らなところに。なるほど。左怖かった終わりだからね。入る？なんか入っちゃうかな。多分なんか。うん。だからね、ここね、左ね、バックからだったら超えんだ。何超えるっすよ。合うでも？え、タウさん詰めるっすか？詰まないっすか？とはいえ、右の方が安全だと思います。はい。まあ、うん、林のなんか変なところ
318ヤード。おいしょおいしょベッポです。ベッポおいしょありがとうございます。あれはもう、ベッポや。ベッポです。あれはもう中ベッポ。中ベッポ。あれ中ベッポ。シャフト何使ってんのあれ、アッタスの、なんだっけ、あれ、ロックスター 5-5 だと思う。5-5。アッタス 5-5。S? あれ SR? SR? そうだよね、なんか。SR ってあるんだ。硬そうに見えるけど。見えるだけでわかんないけど。なんか女子ってもっとギュンギュンってなるじゃん。確かにビヨーンってなる。だから、つゆたま出てんのかなって感じがする。まあ確かに。だから、触れるは触れるですからね。あー、これ無理だな。無理。いや、無理だな。出し9番で出します。9番出します。あんま当てないがいいと思うけどね。うん、ナイスアウト。ナイス。ありがとうございます。トラウさん、バンカーにないっすね。あ、前か。130ヤード。はい。6番で。はい。あ、チュイ抜けか。バンカー行っちゃうかな。うん。もうちょっと抜けるね。もうちょっとです。うん。でも俺ら全員100以上で最初撮影やってたかと思うと、頑張ってたなって思いますよ。俺はそれを、まだ絡みない時から見て思ってたよ。110ヤード。はい。ピッチングで。うまい。めっちゃうまい。ナイス。うん。ピンのアイアン、バンカー打ちやすいっすよね。バンカー上手くなってない俺なんか。いやなんかあの、多分バンス多いんで。うん。ヤス君と言ったらもガッツパー。必ず1日に4、5回はあったよね。ガッツパーって、精神を削るんじゃないですか。うん。結構あれね、気合い入れてやってるわけですよ。うん。今日気合入ってないとは言わないですけど。いやだからヤスくんあれだよね、結構痺れた試合とかの方が結構いいゴールするよね今。そういうタイプですね。うん。俺はもうそうなったらもうダメだからさ。すぐ諦めます。俺諦めるの早いよ。前回俺前半で諦めましたからね。67ヤード、60度。どっちなのかなどっちかっていう。うん。よいしょ。刺してる。うわ、おいしい。うん、おいしい。ラッパーチャンス。うん。さあ、お砂糖。20ヤード。はい。58度で。はい。あら。ああ、まあ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 。ナイスアウトだけどね。結構転がったな、登ってんのに。ラフだからか。ちょっと20ヤードぐらいかな。うん。58度。うん、ナイス。ナイス。うまし。アプローチね、いいっすね。バーディーパット3メーター。左スライス。バーディーパット。出るぞ、これ。3メーター。かー！惜しい。ナイスパーです。でも、アウスさん、調子戻ってきてますね。いや、なんか、いいよね、ヤス君ね、俺ね。うん、3.5m。出るのかな、これ。出たガッツパー。ガッツパー。ガッツパーです。これぞ中島康彦。これぞ中島康彦のネーム。ボギーパット。ボギーパット。散歩。散歩。チョイスラ。チョイスラ。ナイス。耐えたー。ガッツボギー。耐えです。ナイス。ありがとうございます。さあ、前半最終ホールに向かいますよ。調子上がってきたね。はい。ね。まだ。最初はやっぱ、アウさんに緊張してたかな。うん、緊張しないでしょ、俺。緊張します。ね、ちょっと熱出してたかな。ちょっと出ちゃった。漏れ、熱漏れしてましたね。熱漏れ。ティアドロップやってないんだけどな。ちょっと俺の熱漏れ、熱漏れ、熱漏れ良くないですか。あ、聞き逃した。熱盛って言ったんですけど。あ、熱盛ね。熱盛風に。うん。パットだな。マジです。18番パー4、407ヤード。
おおっ、ここは右は大丈夫。はい。左が右大丈夫。うん。僕一軒家にしたじゃないですか。うん、以前はまあ、うん、マンションでちょっと高いところに住んでたから、やっぱ一軒家の本当唯一と言っていいデメリットが虫問題なんですよ、ね。虫ね、うん。でも家の中に入ってくるってことは滅多にないんですけど、うん、庭とかに蚊とか。うん、蜂とかそういうのがやっぱいる。でもそれをこう駆除するのも一つのこうイベントとして捉えてますね、うん、子供たちとこう、ね、そうそうそう、お前蜂ね、やすくんが駆除してるのを見てね、はい、初めて家族を持ちたいって思った。いいですね。あ、子供たちなんか喋ってるのね。はい、そうな子供の表情、はい、初めて家族っていいな。さあ304ヤードアウさんの過去に何があったのか、何もなかったのか。あー珍しいけど、まあ大丈夫だな。左ちょこちょこ行った。ねえねえ。うん。頑張って3-4しよう。はい。たまになんか今のみたいな。まだね。のか、うん、なんかサードフライみたいな。サードフライ。ね、天ぷらね。天ぷらね。左に上がっちゃうと。あるよ。あるよ、そういうこと、うん。俺もチョロするもん。あの手の低さ見てると、なんかこれがよく出そうだなって見ちゃう。見えちゃうね、そうそうそう。届かない感じが見えちゃうんですよね。5ユー。はい。208ヤード。うん、オッケー。ナイス。いけたね。最低限。うん。走る。あれじゃないですよね。あんな行ってないですよね。あれじゃないと。行ってない。あった？これ。ちょっと安くやっちゃっていいよ。Okay。 それ？あ、うん。150。8番で。はい。ここ10ヤード8番で。あー、これ。行ってくれ。メソンです。行ってくれた。あ、です。アジさん、これ2ダメです。これ150ヤード、あんま空いてないけど狙うわ。はい、ちょっと左行ったな。大丈夫。この辺り、これですね。ちょっとカート先行っちゃったらクラブ取ってくるよ。あ、行きます。大丈夫。さすが野球部。あの、走りが野球走りなんですよ。あんま上下運動させない。そう、あの、ちょっと肩、横に広く走るみたいな。あ、なるほどね。わかりました、うん、野球部走り、うん、そういう感じね。合ってる。そうですね、あの、うん、俺カートあんまやったことなかったんで、うん、いい経験になりました。行っちゃいました、うん。お風呂行きたいです、ね。風呂行く？うん、行きたいです、ね。サーニバルヒルズ？さすがに行きたいです。サーニバルヒルズでもいいと思って。ごめんなさい。動かせない、すいません。これで首になりそうだ。入れ替えですか、まさか。持ってなかったから。これ入れ替え戦だったんですか。80ヤード。80？ はい。はい。ちょっと落ち着いてからでいいからね。はい。大丈夫。OK。ピッチングぐらい？オッケー。ああ、右災害。オッケーオッケー。25ヤード。56。うん、ナイス。25。もうちょいありそうだね。30ぐらい。58。5。いやー、これ落ちないで。落ちないで。あ、止まった。オッケー。
冬だとね、下まで落ちちゃうんだよね。さあ、15ヤードぐらいかな。58度。オーケー、ナイス。7ヤード、バーディーパット。7ヤード、バーディーパット。先。ボギー。何してんだ。頑張った。はい。いやー。オッケー。ボギー。6段目。はい。3歩。ね、オッケー、どまい。さあ、ということで、第3話終了と。ということで、結構やったね。やっちゃいました。まあ、後半頑張ろう。はい、俺らもやっていくから。6オーバーでアウサー4ぐらい、5か4ぐらい。後半ちょっと頑張って巻き返したいですね。はい、入れ替え戦やるからね。今入れ替え戦状態になってるんで、も逆にスコア的に言うと俺とお里が入れ替え戦状態なんで。ということでね、次回も見てください。よろしくお願いします。